皆さんこんにちは、スタイリストの田辺沙織です。毎度今回はユニクロ GU ザラのアイテムを使ったプチブラ高見えルックブックです。それでは早速いきましょう。レッツラッゴー。月曜日はアクティブなオーバーオールスタイルです。ユニクロのオーバーオールはシンプルなデザインで高見えするんでございます。そこに透け取るカーデを肩からかけて、ちょっとオレンジでチアフルな感じ、全身ユニクロコーデです。バッグは2個持ち、トートバッグとキラッとしたミニバッグでエッジを効かせつつ、 GU のイヤーカフはね、これ GU なんですよ。え、モードな感じの変形イヤーカフにちびこイヤーカフもついてて、この値段びっくりじゃないですか。サンダルはちょっとね、きれいめに見える感じのつっかけサンダルを選びました。こんな感じ。月曜日はオーバーオールで、もう一発でシャレって見えるように決めてやろうという感じです。女っぽさもありつつ楽ちんスタイルにまとめましたよ。ほな、火曜日はワントーンオフィスカジュアルコーデです。これ上下自由、安い安い、ペールトーンで優しげにまとめました。バッグはスクエアバッグでちょっとカッチリ感をプラスして、ピアスはね、これルーカスジャックというところのものなんですけど、耳周りにチュルンとした透明感を与えてくれます。そしてリング、これはねアネモネで、これも結構プチプラのものなんですけど、たくさん重ね付けることでシャレ感マシマシに仕上がるのでございます。肌が透けるシアーブラウスで女っぽく、でもパンツ合わせでちょっとハンサムめにまとめてみました。でもね、カラーがこうベージュからピンクトーンなので優しげでございます。どないですか。中だるみしがちな魔の水曜日はもう映えワンピで1枚で決めちゃうわよということで、 GU のドットワンピを選びました。これ背中も開いててめちゃくちゃ可愛いです。ワンピがもう十分映えてるので、小物は軽やかなミニラタンバッグとか、あと可愛いリボンの黒サンダルでブラックトーンでシンプルにまとめつつ、このピアス、ミミ33っていうブランドのものなんですけど、これも割とプチプラでモードな感じのね、こうデザインがすごくコーデに切れ味をプラスしてくれておすすめなんですよ。このブランド要チェックですよ。アクセサリーを散りばめたらキャップが登場。あえて外しアイテムとして黒のキャップをつけました。はい、完成。水玉ワンピで気分も上がるバイバイコーデに。田辺、このコーデめっちゃお気に入りです。フェミニンなワンピースをあえてオールブラックでまとめることでクールな印象にしてみました。あと背中開きも抜け感をプラスするポイントです。次はルック4。木曜日ですね、出た、このザラのめちゃくちゃ可愛いコットンレースブラウス。パキッとしたイエローのカラーもなんですけど、この肩のフリルとか、あとこのコットンレースの感じとか、あとサイドのリボン、たまらん可愛いと思いませんか。でバッグもザラなんです。レトロなコロンとした形と、あとレザーのね持ち手とか飾りがすごくおしゃれに見えて高見えするんですよ。足元はラフなヒールサンダルにしました。でこのピアスは GU なんですけど、大ぶりで、あとクリア感が夏にぴったりですよね。これも高見えします。はい、コーデ完成。木曜日のコーデはザラの激カワブラウスに GU の紙デニムを合わせたハッピーカジュアルスタイルです。この紙デニムはめちゃくちゃ足長効果があるんですけど、ザラのねクロップド丈トップス合わせることで、ほんまに体の4分の3が足に見える、そんなバランスが出来上がるのでございます。金曜日は楽ちん可愛いスカートコーデです。上下とも GU の合わせなんですけど、このスカートは実はストライプ柄になってるんですよ。今年のトレンド柄はストライプです。皆さん覚えておいてください。でくるっとユニクロのシャツを巻きました。バッグはこんな感じでバイカラーのものを選んで、ちょっとエッジをプラスしてます。靴もブラックで大人っぽくしてみました。サングラスなんかかけてね、あんまりほっこりしない感じに仕上げてみましたよ。どないですか。スカートコーデの時はただ可愛くまとめるんじゃちょっとつまらないなということで、シャツを斜め巻きにしたり、あとはサングラスをかけたりして、シャレ感マシマシに仕上げるのがポイントでございます。続いて6コーデ目、土曜日のコーデは女子会コーデをイメージして、ちょっと女子受けを狙ったかっこよいめのコーデにしてみました。で田辺が声を大にして言いたいのが、この GU のジレ、そしてカーゴパンツ、両方とも今年トレンドのマストアイテムなんですけど、なんともうまくできている、この価格でこのクオリティ行えーっていう感じです。足元は華奢なサンダルであえて女っぽさをプラスしました。で今見せてるカーゴパンツのポケットの部分なんですけど、これポケットシャレとるポイントです。あと足先がキュッと絞られてるデザイン、これも今っぽくてほんまに見逃せないアイテムでございます。あ、そうそう、このユニクロのキャミソールもネックラインがまっすぐになってて、あと背中がグッと深めに開いてるのでシャレて見えるし、ブラキャミということでこの夏めちゃくちゃ使えると思う。そして田辺は骨格ウェーブなので、こうやって胸元がね深く開いてると地味に見えがちな
んでメタルパールのネックレスを二重に巻いてちょっと顔周りを盛りました。仕上げに髪をキュッと結んだらコーデ完成。6コーデ目土曜日のコーデはちょっと辛口でハンサムな感じに仕上げてみましたが、どうでしょうか。このコーデも田辺めっちゃお気に入りやな。もうリアルに夏したいコーデかも。しかもめちゃくちゃプチプラやし、たまらん。日曜日のコーデです。なんかめちゃくちゃテンション上がって、うわ変な変身の仕方。このワンピもザラで一目惚れしたものです。かわいい。やっぱ夏になるとこういうの着たいよね。ガラガラゴーみたいなワンピースで、バッグはお気に入りのセリーヌです。足元は編み編みのサンダルでボヘっぽくしてみました。ネックレスはザラのハート。で完成。このワンピは色合いも柄もザラにしかないなと思って選んできたものです。ディスサマーはこういうねちょいボヘワンピをさらっと着たい気分です。皆さん春夏ルックブックはいかがでしたか。この動画が面白かったなとか興味を持っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしておりますぞ。全部お返事いたしまーす。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイナラオーイ。